今回は杖を使っての脳トレ的なその稽古というか、まあ、一種のリハビリ的要素もあるんですが、まあ、シニア層の方におすすめです。で、杖の持ち手、これはまあ流儀によりいろんな持ち手はあると思いますが、私がやってる、まあ、この先生の動きを参考にしている杖は基本的にはまあ挟んで杖を持ちます。ですからこのように持ち替えをすることもたくさんありますし、打ち下ろす際にはこのように打ち下ろします。突く際にはこの手をそのまま上下を入れ替えて突いていきます。基本的には挟んだ状態です。で、その状態で、例えば打ち込みの場合は右足が前に、これ逆にしますと上半身と下半身がこうねじれた状態になりますから、突きもそうですね。これは右肩と右の腰骨が前に出て揃ってますので、上半身と下半身そのままこっちを向けばこちらに向かって正対している状態です。これ逆になってしまうとねじれた状態になりますから、ちょっといろいろ動きに不都合が生じます。ですからこの場合こうですからね、この手をそのまま水平に下ろしていき、いきますと、手のひらが上を向いた方の手、その側の足が前足になります。こうですから、となりますとこの場合右手の手のひらが上を向いてますので、右足が前になります。まずこれが条件となります。はい、それでそれを一歩ずつ持ち替えながら前に進みます。1つ2つね、一歩ずつです。そのまま今度は下がります。トントントンで、ここは足と手が合ってます。まずこれの一歩ずつ全身交代を、稽古いたします。で、続いて今度は3歩ずつです。1つ持ち替える間に小さく3歩、1つ2つ3つ1、2、3、1、2、3、1、2、3。ですから歩幅はもう小さくすり足で3歩ずつですね。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3でこの条件が揃っています。これが2つで、もう1つ今度は反転いたします。この場合はこっちの方か。この条件で、スッと反転いたします。こうですね。こちらの手を 滑らせながら、起こしながら振り向いて、これが3つ目の動きとなります。で、それを号令をかけながらやっていくんですね。まあ一人でやる場合は号令はいりません。自分の好きなように今の3パターン、まあかける2ですか、ね、全身交代かける2ですか、まあ6パターンですか。その6パターンを自分の中であまり止まって考えないようにしながら、間違えても全然構いませんので、間違えてることに気がつくことですね。やっていくことです。そして、次に、例えばね、ちょっと柳田さん入ってもらいましょうか。杖を持って、はい、私が号令かけますから、はい、号令に合わせて同じように動きましょう。まず一緒にやっていきましょうか。まず、前に一歩進みながら持ち替えます。せーので、持ち替える。ここまで180度ね。はい、前に一歩、今度は後ろに一歩、後ろに一歩、はい、今度は3歩いきます。前に3歩、1、2、3、もう3歩、1、2、3、後ろに3歩、1、2、3、後ろに3歩、1、2、3、はい、今度は反転いたします。反転、はい、もう一度反転。これで一通りやりました。じゃあ今度ランダムに言っていきますから、
それにあのついてきてください。前の3歩1、2、3、反転、後ろに1歩反転、前に1歩後ろに3歩1、2、反転、反転、前に3歩1、2、3、後ろに3歩1、後ろに1歩後ろに1歩反転、前に後ろに3歩後ろに1歩あ、ごめんなさい、私が間違えた。後ろに1歩反転、はい、というふうになりますので、このまま行っておそらく目を使ってる暇がないと思うんですよね、うん、次に動くべき手足のことを体がすごく考えてる。あ、一歩の場合はこう、三歩の場合はこう、反転はこう、で次に何が来るだろうかって、そこにすごく意識が向かってると思うんですけど、一人稽古の時って割と全て自分の、タイミングというか自分の好きなようにやりますから、やっぱり目を使う機会が多いんですね。で、まあここは鏡がありませんが、鏡があればなおさらです。やっぱりそこでこう確認しようとして、こう目で姿形を追いかけてしまう。で、その時に目で姿形を追いかけた時に同時に自分の体を把握するってすごく難しいですよね。今のその特に目から遠いところがね、見えないところ、膝がどうなってるか、足裏がどうなってるか、重心がどうなってるか、でその動きの手順に誤りがないだろうかっていうところも考えながら目で姿形を追いかけるっていうのはもう不可能に近いと言っても過言じゃないかもしれないので、今のような稽古をしますと目を使えない。音で聞いたことに対して自分の手足がどのように動かなきゃいけないかってことに意識が向かわせられるので、ね、ですからちょっとこう遊び感覚的な稽古なんですが、非常に脳トレ的な働きもあると思いますので、まあ、興味のある方は1人でもいいですし、2人3人、まあ、グループでやられてもよろしいかと思います。じゃあ今日はちょっと長くなりました。ここまでいたしましょう。